ドネシアの国章。インドネシアの国章は、ガルーダパンチャシラ、ガルーダパンカスラと呼ばれる。これは、胸に盾を抱え、足で巻物を持った金色の紙取りガルーダである。盾、エスカッシャンにある5つのエンブレムは、インドネシアの建国後原則であるパンチャシラを表す。この紋章は、カリマンタン島のポンティアナックのスルタンであった、ハーミド2世によりデザインされ、1950年2月1日に、インドネシアの国章として制定された。インド神話の神鳥で、ビシュヌ人のバーハナ、神の乗り物である、ガルダ。インドネシア語では、ガルーダの像は、古代インドネシアの多くの遺跡に見られる。ジャワ島中部のプランバナン寺院群をはじめ、ペナタラン、ベラハン、スクーなどの寺院遺跡には、ガルーダの浮き彫りや彫像が残る。プランバナン寺院群には、ビシュヌ人の寺院、チャンディビシュヌのすぐ前に、ガルーダの寺院、チャンディガルーダが立つ。また同じく、プランバナンのシバ神の寺院、チャンディシバには、ラーマーヤナの中から、魔王ラーバナの手から、ジャナカ王の娘シーターを救い出そうとするガルーダの一節を描い浮き彫りが見られる。ジャワ島のベハラン遺跡から見つかった、クディリ王国のアエルランガ王の像は、ガルーダに乗るビシュヌ人として神格化された王の姿をかたどっており、古代ジャワでもよく知られるガルーダ像になっている。ガルーダはインドネシア、特にジャワ島やバリ島の伝説や説話の中にも何度も現れている。これらの中でガルーダは知識、力、勇気、忠誠、規律などの美徳を象徴している。ビシュヌ人の乗り物であるガルーダは、宇宙の秩序を守るというビシュヌ人の属性をも備える。バリ島の伝統では、ガルーダはすべての空飛ぶ生き物たちの王、鳥たちの威厳ある王とし崇拝され、その姿は人間の体に鷹の頭、くちばし、翼、爪を備えた神聖な生き物として描かれる。バリ島では、こうした姿のガルーダがビシュヌ人の乗り物となったり、蛇神ナーガラと戦ったする場面が、金色や原色を塗られた精巧な彫像として作られている。インドネシア社会におけるイスラム教伝来前からのガルーダの重要さ、神聖さはインドネシアのシンボルとして、また国のイデオロギーの象徴としてガルーダが崇拝されることにつながった。インドネシアの国営航空もガルーダインドネシア航空とガルーダの名を冠している。その他、東南アジア各地でガルダは崇拝されており、タイの国章にもガルダは使われている。紋章の詳細は以下の通り、ガルーダが掴む巻物に書かれている文字は、インドネシアの国の標語である。古いジャワ語の聖句である、Bhinneka Tunggal lkaは、文字通りにはバラバラであるが、それでもなお一つを意味する。つまり、多様性の中の統一と訳される。ガルーダは、ヒンドゥー教と仏教の神話に共通して現れる金色の紙取りである。ガルーダは金の鷹の頭、くちばし、翼、足と人間の腕、胴体を持つ生き物であり、南アジアや東南アジアで広く親しまれ、エンブレムに使われる。またガルーダは現在インドネシアを構成する島々に領域を広げていたインドネシアの前身と解釈されている。植民地化以前のヒンドゥー教国家を想起させる存在である。しかし、国章のガルーダは、ジャワの寺院遺跡やバリ島の彫像、あるいはタイの国章にあるような古典的な姿はしておらず、ジャワ島でも最も山深い森林に住む、絶滅寸前の猛禽類ジャワクマタカノから影響を受けている。ガルーダパンチャシラの中に見られる、ジャワクマタカの特徴は、頭のトサカ状の羽毛。あるいは、栗色を帯びた金色という体色に見られる。こうしたことから、ジャワクマタカは、インドネシアの国鳥ともされる。国章の一部として、ガルーダは、力強さと体力を象徴し、金色は、偉大さと栄光を意味する。ガルーダの羽毛の数にも意味がある。左右の翼には17枚の羽が描かれる。尾には8本の羽毛が、尾の付け根。縦の下には19枚の羽が、首には45枚の羽があるが、これを並べると、17、8、1945となり、インドネシアが独立を宣言した1945年8月17日を意味している。盾、エスカッシャンは5つの部分に分かれている。中央には黒い小さな盾、インエスカッシャンがあり、その背後の大きな盾は十字線で4つに分けられ、インドネシアの国旗の色である赤と白に塗り分けられている。十字線のうち太い横線は、国土を横切る赤道を示す。盾の中の5つの部分には、それぞれスカルノが発表したパンチャシラの5つの原則を示すエンブレムが描かれている。金色の星を描いた黒い盾は、パンチャシラの最初の原則、唯一神への信仰を示す。黒は自然の色を表す。黄色い星は、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、キリスト教などインドネシアの主要宗教を示し、また、社会主義をも示す。この最初の原則は、宗教を持つことの義務、一神教への義務を示唆することから常に論議の的になっている。下右の赤い位置に描かれているのは四角い輪と丸い輪で構成される円形の鎖である。この鎖は人間の世代間のつながりを示し、四角い輪は男性を、丸い輪は女性を意味する。この鎖はパンチャシラ第2の原則、構成で文化的な人道主義を示す。上右の白い位置に描かれているのは熱帯の木ベンガルボダイ樹、バンヤン樹、インドネシア語でベリンギンであり、パンチャシラ第3の原則、インドネシアの統一を示す。この木は地上に出た気根が地面を覆い、その上に枝が地面にかぶさるように広がる特徴がある。インドネシアの独立運動を戦ったスカルノやナショナリストらは多くの文化的根を持った人々が一つの国にまとまるという理想を持っていた。上左には赤い位置にジャワ島の野牛、バンテインの頭が描かれている。これは、パンチャシラ第4の原則、合議制と大議制における英知に導かれた民主主義を表す。バンテンは、社会的動物であり、決定は、合議によりなされることを象徴する。バンテンは、スカルノらナショナリストが象徴とした動物でもあり、現在では、スカルノの娘、メガワティのインドネシア島民主党のシンボルにも、引き継がれている。下左には白い位置に金色の稲穂と白い綿花が描かれている。これはパンチャシラ第5の原則、全インドネシア国民に対する社会的構成を表す。米と綿花は社会の持続と成形の象徴でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。